豊臣秀吉は百姓の家に生まれ、織田信長に仕えて武士となり、天下人にまで成り上がった。日本一出世した男と評される秀吉だが、子宝には恵まれなかった。なぜ子供ができんのだ。側室との間に4人の子が生まれたが、そのうち3人は幼少時にこの世を去っている。そんな中、1593年秀吉が50代半ばの頃、豊臣秀頼が誕生する。わしの子じゃ、わしの子じゃ。この時点で秀吉の血脈を継ぐ者は秀頼一人だけである。こうした実子の少なさが豊臣家の血脈に深く深く影響していく。豊臣家の結末を漫画で紹介していく。チャプター1、秀頼の結末。秀頼誕生から5年後、1598年、秀頼の行く末を心配しながら、秀吉はこの世を去る。くれぐれも秀頼のこと頼んだ。父上。秀吉の後継者は秀頼だった。しかし、秀吉の死後、覇権を握ったのは実子秀頼ではなく、徳川家康だった。ほっほっほっ。秀吉の死から十数年後、1615年、大阪の陣、徳川家康率いる徳川幕府と豊臣秀頼率いる豊臣軍は衝突する。豊臣軍はこの戦いに敗北。秀吉唯一の実子秀頼は自害してこの世を去った。申し訳ありません、父上。しかし秀吉の血脈が途絶えたわけではない。秀頼には二人の子供がいた。国松と奈姫である。チャプター2、国松の結末。豊臣家の拠点である大阪城が落ちる直前、国松、これでお前とはお別れだ。はい、父上。この時国松はまだ8歳だった。国松は従者と乳母に連れられ大阪城から落ち延びる。父上。しかし徳川幕府にとって豊臣家の男児は見過ごせない存在だった。豊臣の子を必ず捕らえろ。豊臣家の血はここで絶やしておく必要がある。豊臣の血を継ぐ子は豊臣家最高の旗印となる可能性があり、徳川幕府にとって脅威となり得るかもしれない。そのため徳川家康は国松を見逃すわけにはいかなかった。落ち延びた十数日後、見つけたぞ、豊臣の子だ。京都伏見に潜伏していた国松は徳川方に見つかり捕らえられる。なぜこんなことが許される。天下は秀吉様のものだった、父上のものだったはずだ。家康は天下人ではない。なぜこんなことが許されるのだ。国松は家康に対して秀吉と秀頼に対する裏切り行為を訴えたという。その後国松は市中引き回しの上、京都六条河原にて斬首された。チャプター3、奈姫の結末。大阪城が落ちる時、奈姫はまだ7歳だった。父上。そんな奈姫もまた処刑の危機にあった。豊臣の血はここで絶やす。どうか命だけお助けください。ん？せめてこの子だけでも。奈姫の命を救ったのは秀頼の正室であり家康の孫でもある千姫だった。何とぞ。奈姫は秀頼と側室の間にできた子であり、千姫と血のつながりはなかった。それでも千姫は必死に除名嘆願を行った。その結果、まあ出家するのならいいだろう。家康は出家を条件に奈姫の処刑を取りやめた。ありがとうございます、ありがとうございます。あなたは秀頼様の大事な子、生きなければいけません。はい。その後奈姫は千姫の養女となり、鎌倉にある東慶寺に入った。それから奈姫は天宗尼と名乗り、やがてその寺で住職も務めた。奈姫が寺に入ってから約30年後、1645年、奈姫は30代半ばの若さでこの世を去る。この時点で秀吉の血脈は途絶えた。これが記録に残る史実である。しかし、秀吉の血はまだ続いていたという説もある。秀頼の子はもう一人おる。必ず探し出せ。隠されたもう一人の豊臣の子、それがグエンである。チャプター4、グエン。
大阪城の落城から73年後、1688年、京都伏見、ある僧が死を迎えようとしていた。お呼びですか、グエン様。ああ、この世を去る前に話しておきたいことがある。彼こそ浄土宗の僧、グエンである。グエンは臨終の際、ある告白をする。私は豊臣秀頼の子だ。え？徳川家に処刑された国松様の弟だ。グエンは自分が秀頼の子だと口にする。大阪の陣の時、豊臣の兵に命を救われ、江戸に隠れていたため助かったのだ。そして今に至る。マジっすか、グエン様。マジである。そんな告白をした後、グエンはこの世を去る。享年80。出家しているグエンに子はいなかった。グエンの言葉が真実かどうかは不明だが、もし仮に真実だとすれば、1688年に秀吉の血はついえたことになる。チャプター5、国松生存説。豊臣秀吉の血脈が途絶えたのは、奈姫が亡くなった1645年、もしくはグエンが亡くなった1688年。しかし、実は秀頼の子、国松は処刑されておらず、生き延びたという説もある。大阪城落城時、こちらです、国松様。真田の、私についてきてください。国松は真田信繁の子、真田大輔の助けで城から脱出し、九州へ向かったという。その後、国松は秀吉の遠類を頼って肥地藩に身を寄せ、木下信義と名乗った。そして豊後の国、立石五千石を治める領主となったという。その血脈は明治維新後も続いた。国松生存説が真実かどうかは不明だ。しかし、木下信義の位牌に国松の文字が記されていたり、木下家に代々伝えられてきた話ということを考えると、偽りだと断言もできない。ちなみに鹿児島市には豊臣秀頼のものと伝わる墓もある。これは余談かもしれませんが、豊臣秀頼は秀吉の実の子ではないという説もあったりします。そもそも秀吉に生殖能力がなかったという説ですね。この説が正しければ、秀吉自身の死によりその血脈が途絶えたということになります。真実がどこにあるか明確ではありませんが、それも含めて歴史の面白いところかもしれません。今日の名言。父親が子供に語ることは世間には聞こえないが、彼の子孫には聞こえる。ジャン・パウル。次回の日本史漫画は、商人から大名になった男、小西行長の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。